政府の受け止めについては、まあ、総理が天皇陛下が国民に向けてご発言されたということを重く受け止めて、そして天皇陛下のご公務にの在り方などについては、天皇陛下のご年齢やご公務の負担の現状に鑑みるとき、天皇陛下のご心労に思いをいたし、どのようなことができるのか、しっかりと考えていかなければならないと思って、このように総理は天皇陛下のお言葉を受けて発言をされております。天皇陛下のご公務のあり方については、これまでもご年齢にふさわしいものになるよう、必要な見直しを図ってきたところでありますけれども、今後とも憲政上、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく、このようにされておりますので、このことを踏まえて、引き続き考えていくべきものというふうに思っています。今後ですね、具体的な対応を検討するためにですね、一定の期間を取った後にということになるかと思いますが、有識者会議の設置などを検討するということはあるんでしょうか。本日、総理の お考えが示されたばかりでありますので、これからどのようにするかは考えていかなきゃならないというふうに思っています。今回の陛下のご発言について、政府としては憲法の規定には抵触しないという整理をされているということでよろしいでしょうか。将来的に公務の円滑な遂行が困難になる可能性があるというお気持ちをですね、陛下はご自身で述べられたわけであります。したがって、この国政に影響を及ぼすようなご発言ではなくですね、憲法との関係で問題になるというふうには考えておりません。